も私がよく来てる串カツ屋さんなんですけど、パドック越えてこの一番奥のとこにあるんですけど、美味しいし店員さんの方もすごく愛想よくて、もういいんで絶対来てください。おすすめです。こんにちは、角田女子のはるかです。今日はですね、角田競馬場名物の串カツ屋さんに来てます。メニューも串カツだけじゃなくて一品料理も豊富です。ぜひお昼からお酒をトイレ飲みながら競馬していきたいと思います。やばいやばい。これ別にベラジオじゃない方も選んでいいんですか？競馬に目覚めたきっかけも、牧場とかにおる馬よりめっちゃ馬じゃないですか。牧場とかにおる馬はポケーってして、だからちょっと歩いて人参食べてみたいな感じじゃないですか。動物園におるおしま馬とかでもポケーってしてるじゃないですか。でも初めて今年の1月2日に初めて行ったんですよ、その田競馬場。あんな全力で走ってる馬を初めて見て衝撃受けて、かっこいいみたいな、好きで、そっからハマりました。ずっと暑かったんで、金曜ナイターなんで、ナイターによく来てたんですけど、暗くなってきたら電気つくんですよ、パドックの時。じゃあ全部の馬よく見えて、私もわかんなみたいな感じで。競馬焼けです、これ。競馬焼け。女の子なんで、女子してるんで、レースも叫ぶ人いたくないですか。そんな、なんかやめようやって思ってたんですけど、でも気づいたら叫んでる、叫んでる、させーって言ってます。すみません、ハイボールいただいてます。人見知りもあんましない。最初緊張しました。多分挨拶のやつも鬼ガチガチやってだから顔面引きずってるのこの人めっちゃおる、レアデビルっていう、この人この人、この女一番人気はあんまり買いたくないんで、変なプライドのあれが。なんかついてるって思った第6レースから6、7、8と3レースがちょっと競馬予想していきたいと思うので、パドック早速見に行っていきたいと思います。必須の手傘です。でも競馬焼けしてるもんね。そうなんです。その時は日傘なかった。はい、勉強しました。みんな女性の方も結構いてるんで、うん、みんな日傘さしてるなと思って、うん、持ってくるようになりました。まあ、別に焼けてもいいんですけど、うん、将来的にシミが怖い。まだ若いから。若い時から気にしていかんと。ほんまにいつもの感じでいいんですね。もういつもの感じでいい。パドックの時ってみんな性格が出るんで可愛いなってなりました。完全にフィーリングですね。こう見ながらピンってきた馬見たら、携帯でネット競馬見て何番人気かとか、でもめっちゃ気に入った馬がいたら8番人気とかでも買います。応援したい気持ちで。どういうところにピンとくる？目線と頭の位置と、なんか可愛いってだったら買います。これは絶対みたいなのはないかもしれない。いや、たまにめっちゃベロ出てる馬とかいてるんですけど、可愛いなってなります。ベーって出てる。今一番人気は、あ、7番や。7番の吉村さんが乗る。だってめっちゃ良さそうですもんね。めっちゃ知ってます。やる気満々感が。2番人気は10番。下原さんめっちゃ好きなんですよ。10番絶対買います。 C3 やから分かんないですね。ここはあの目に何かつけてるのは砂が苦手なんですよね、確か。あ、目についてるやつだね。そうです、そうです、うん。まあ、目大きいからね。3本もなんか良さそうに見えるんですけど、体重が全然違うからマイナス11です。うん、でもなんか体重戻っただけみたいな感じらしいんですけど、うん、そ
看板がめっちゃなんか良さそうに、うん、めっちゃいいケツしてます。ケツお尻3番3番3番のケツ3番のケツ、そうそう、もう決めました。10と3でいきます。おー、いいね。3のスターエメダルド、うん、大山龍太騎手6番人気、うんうん、10番のエルアルファン下原騎手のこれは2番人気です。なんかもうやる気に満ちた溢れてる感があります。おー、ほんまや。おお、もう鼻の穴ふんってなってそのだ競馬場に来たらおすすめスポットがあってこういうところめっちゃ涼しいんですよ。いつもパドックみたいなこうやって進んで、でちょっとクールダウンしてから馬券を買います。はい、おすすめですで3は単勝で1000円でいきます。で10は2000円でいきます。ちょっと怖いんで副賞もかけとくかなって3勝と副賞で3と10ですね。YouTuber がよくやるで、このここもおすすめです。めっちゃ涼しいんですよ、ほんまに。ほんまや。今日も競馬焼けしますね、絶対。もうじりじり。日焼け止め塗ってでも焼けますからね。お酒は強いんだよね。お酒弱くはない。弱くは。なんか汗かくんで抜けていってます。ラジオも馬はパドックが上手です。めっちゃ見せ方上手ね。パドックが上手って初めて聞いた。上手なんて見せ方めっちゃ上手。俺いけるからみたいな感じのパドックです。いつもなんかほんまにお前誰やねんってなるかもしれないですけど、なんか親みたいな気持ちが何やろ。頑張れ。ベラジオの馬は余計こうなりますね。なあれ次ですね、第7レース頑張ってほしい。1月2日にその初めてその競馬場に来た時にレースを間近で見るんですよ。いつもで見てたら目の前に足につけてるこんなやつあるじゃないですか、爪みたいな、なんかあるじゃないですか、うん、飛んできたんですよ目の前に。マジで今年絶対運いいわって思います。飛んできてそれにテンション上がりました。来た。いや来た。やった。やった。副賞でかけてるんで3番2着で来した。当たったんで。おめでとう。ありがとうございます。やるね。次パドック行こうか。とりあえず第6レース副賞で当たりました。2.3 倍かな。2.3 倍ですね。副賞なんで、まあ当たったんで何でもいいです。次。ベラジオミキ、ベラジオマサキ、やっぱりベラジオミキ 1.0 倍やろ。一番人気マサキは39、マサキは、ね、彼氏みたいに次第7レースのパドック行きたいと思います。本屋さんに狭いですね、取り返したいですね。ちょっと買いすぎました。買い方ちょっと変えたいよって思います。ちょっと調子乗りました。YouTube 回ってるからって一番人気がもう絶対1位に来そうなので、ベラジオミキが絶対に1着に来そうなので、あ、一番の馬がめっちゃ暴れてます。これ競馬界ではチャカついてるっていうらしいです。チャカついてる。あ、この面子をボッキリとしてやね。ヒーロー高のベラジオのあれでしたっけ。そう、ね、イメージから正木が7でした。
7ですよね。紫いつもあの紫ですよね。なんか、うん、よく見ることあるんですけど、うん、でもなんか圧倒的に強そうですね。黒色やから余計強そうに見えるんかも。確かに7番のあの紫は、ええ、ちょっとなんかマイペース感が出てますなんかパドック性格出るから。マサキは副賞で買いたいと思います。単賞で3番のエイシンピタゴラス。3番か4番でも今迷ってます。4かな。3じゃなくて4番にしようかな。うん、青色好きなんで。だってこのメンコに走るって書いてます。でこの初めて見ましたあれ。あのあの茶化つきがどう出るかですよ。おやばいやばいやばい、ラブリーで茶化つきなんか靴下履いてるみたいで可愛いです。ギャルの髪の毛みたいたまにいません、ああいうギャル。おるおる。尻尾の毛のグラデーションの感じが、うん、ギャルっぽいですね。イケイケですね。一番名前もラブリーテイルなんで。あギャルギャル、なかなかのギャルやなあれ。だいぶイケイケですね。やばいやばい。鬼ギャルですね。鬼ギャル。鬼ギャルが来るかもしれない。鬼ギャル、鬼ギャルやばい、鬼やばい。鬼ギャル、鬼ギャル。やられたら秒で死にますね。うん、やばい。ギャル休憩中です、今。ギャル休憩中。ギャル休憩してます。休憩中です。ギャルどうした？ちょっとあの、情緒を整えて。情緒生まれてると思います。ですけどね、ちょっと進みながら考えていいですか。3000円ぐらいで収めたいと思います。ミキが来そうですけどね。でも1万人気は買わないと。はい、来てほしいとは思ってますよ。もちろん応援はしてます。あのまさきに頑張ってほしいので、ブラジオまさきに。 OK、 行きます。4と7ですね。ミキは来たとして、ミキがもし無理やった時用に4番の走る将軍。めっちゃ走りそうですよね名前的にちょっと買いましたこのブラジオマサキは頑張ってほしいって気持ちで買いました。応援します。中でのおすすめスポットはここです。外からの風も入ってくるんで最高です。あの邪魔にならないようだけしてもらったらいいと思います。走られてくるそうですよおすすめですおすすめ無料でお水とお茶も飲めるんで、バーンってかけてバーンって買った方がいいんやろうけど、それ担当じゃないので馬楽なんで緊張する失礼しました。参りましょう。お、まさき。まさきこれ残ったら激アツですよ。お、まさき行け。まさき頑張れ。お、まさきすごいよ。めっちゃ声でかくなっちゃった。すごい。このまま残ってほしいですね。これまさき来たらすごいです。感動。あら、ちょっと、あれ、ちょっと。いけ、刺せ。うわ、刺してほしい。うわ。メディエイコ来た。いやうわ。刺せちゃった。メディエイコにしちゃったんですね。悔しい。あれ、ミキ何着でした？この先は最後に見えました。名前的に、プラス22とか23とか言ってますよ。すごいやん。うわ、近でかファンサービスいいですね。
ファンサー。ファンサー、ファンサーいいです。やった。これを。一番人気がファンサー良かったこれです。ファンサー良かったか。貫禄がある、ね。貫禄あります。血管やばくないですか。バキバキ。バキバキ。消えました。サンタゴーで行きます。サンタゴーで。ちょっと待って、5番一番人気。どうしよう。じゃあ買ってきます。もう完全に機種で決めました。買いました。最後の勝負。いったるけいったるけお願いします。3番です。サンレーターのフォーメーションで追加でやっぱちょっと買ってきます。最後なんで、まあ、マイナスになっても別にちょっと買ってきますこれ。行ってきます。とりあえず本命はこっちです。3と9。これはもう保険です。1.300 円なんで、こんだけ買ってるけど2400円です。来ました。8です。ファンファーレが終わりました。これもし9番が来たら新鮮です。 22.1 倍です。まあいや、オッズはもう気にせず、とりあえず当たればいいんで。お願いします。どの馬見ていいか分かんないです。5、なんか上がってきた。1や2は、うわ、5、1、4、2着ミスです。5と4は入ってますね。こうやって当たってますよ、こうやったら。5やっぱ安牌でしたね。3も9も見当たりました。リベンジしたいです。これは第2話交互期待、期待できます。その誰買い方ももっと覚えたいですね。馬タンとか、ちょっと覚えてきます。惜しかった、ね、はい、結果発表です。勝ったのが1万4000ぐらいで、払い戻しが3100円ぐらいで、まあ、プラスにはならなかったんですけど、気持ち的にはあのプラスなんで、第2話期待していてください。勉強します。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おっす。おっす。